皆様、本日は本当にお忙しい中お越しくださいまして誠にありがとうございます。それでは早速ご説明させていただきます。私の方からは GMO インターネットグループ並びにドット東京を運営いたします GMO ドメインレジストリにつきまして、またこのドメインを取り巻く業界の環境につきましてご説明をさせていただきます。まず最初に私ども GMO インターネットグループのご説明をさせていただきます。私どもがインターネットの事業をスタートいたしましたのは今から19年前1995年でございます。すべての人にインターネットをコーポレートキャッチに掲げ、現在は東証一部上場の GMO インターネットを中心といたします上場企業が6社、グループ合計76社、関わるスタッフは3900名を超える国内有数のインターネットのグループとなっております。事業領域でございますがご覧の円4つでございます。創業時から行っておりましたウェブインフラ EC 事業、そしてネットメディア事業、ネット証券事業、ここ数年は成長分野であるスマートフォン関連の事業に経営資源を投下しております。特に私どもが創業時から行っておりますウェブインフラ EC 事業におきましては、ドメイン事業、サーバー事業、その他すべての事業領域で国内のマーケットシェアを1位をいただいております。例えばご取材いただいております皆様が Google で検索をされた際にですね、ご覧になっております 92% のドメイン GTLD は私ども経由で登録をされております。また Google を検索された際に、日本の Google を検索された際にご覧になっておりますウェブサイトのうち約 55% が私どものデータセンターでお預かりをさせていただいております。さて、本日のドメインでございますが、ご存知の方もいらっしゃると思いますが簡単にご説明をさせていただきます。ご覧をいただいておりますウェブサイトの住所あるいはメールアドレスの、この正面の赤で囲んだ .jp の部分ですね、コム、ネットなどもございますが、この部分がドメインでございます。いわゆるインターネットの住所となります。このドメインでございますが一般的に短く覚えやすいものがより望ましいとされております。しかしながらインターネットの発展とともに最も世界で利用されておりますドットコムのようなドメインは短く覚えやすい文字列がすでに取得済みで空いておらず、今から取得しようとしても困難な状況がございます。これを受けましてドメインの自由化が行われ新しいドメインが誕生をいたしました。GMO ドメインレジストリはこの自由化に伴い当社グループの技術力マーケティング力を生かした成長分野への投資として、また結果として多くのお客様の笑顔のために設立された会社でございます。この GMO ドメインレジストリは現在名古屋のドメインドット名古屋に加えアフリカのソマリア共和国およびインドネシア共和国のドメインである .so と .id を現在運用をいたしております。なおドメインの自由化に伴い国内から申請をされました新ドメインですがキヤノン様の .canon、 日立様の .hitachi、 NHK 様の .nhk、 東芝様の .toshiba、KDDI 様の .kddi など国内最多の28件の申請に携わらせていただいております。このほかこれは私どもではありませんが世界各地でこのように地名のドメインが開始予定です。本日発表させていただきますドット東京は都道府県として日本初、そして世界ではウィーン、ベルリン、
名古屋に続いて4番目でございます。ご覧いただきますように、ニューヨークやロンドンなどでも市長様が先陣を切って積極的なプロモーションを行っておられます。これまで私どもは業界の国際会議へ積極的に参加し、関係事業者との信頼関係を築いてまいりました。また途上国への技術支援なども積極的に行っております。インターネットの普及が結果的に世界中の人々の笑顔につながる、これを信じまして世界のドメイン普及に努めております。今後も GMO ドメインレジストリが持つ全世界とのネットワークおよび私どもの技術力、マーケティングノウハウを駆使し、都道府県初の新ドメインドット東京の普及を通じて東京の魅力をより広く世界に伝えてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは引き続き、GMO ドメインレジストリ社長の塚原よりドット東京の具体的な取り組みやスケジュールにつきましてご説明をさせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。GMO インターネットグループの代表、 GMO ドメインレジストリ株式会社取締役会長熊谷正俊よりご挨拶でございました。それでは続きまして、東京のトップレベルドメインドット東京に関して GMO ドメインレジストリ株式会社代表取締役社長の塚原博也より皆様にご説明でございます。ではお願いいたします。本日はお忙しいところお集まりいただき誠にありがとうございます。ドット東京を運営させていただく GMO ドメインレジストリーの塚原でございます。私からドット東京についてご説明をさせていただきます。ドット東京は世界中のどなたでもご登録いただけます。ドット東京の強みは地域がはっきりと分かることでございます。例えばオリンピックス .com ですと、どこのオリンピックか分かりかねます。しかしオリンピックス .東京であればいかがでしょうか。東京オリンピックだと直感的にお分かりいただけるかと思います。ドット東京は英語、ひらがな、カタカナ、そして漢字でもご登録いただけまして、用途は多岐にわたります。例えば英語でホテル .東京、東京のホテルであることが一目でお分かりいただけます。ウェザー .東京、東京の天気予報であることが一目でお分かりいただけます。マップ .東京、こちらも東京の地図であることが一目でお分かりいただけます。漢字で雷門.東京、東京を代表する観光名所雷門に関するサイトであることが一目でお分かりいただけます。祭り .東京、東京のお祭りに関するサイトであることが一目でお分かりいただけます。カタカナでラーメン .東京、東京のラーメンに関するサイトであることが一目でお分かりいただけます。そして求人.東京、東京の求人に関するサイトであることが一目でお分かりいただけます。このようにドット東京をご利用いただくことによって地域がより直感的にお分かりいただけるようになります。こちらに以前行ったアンケートの結果をご紹介いたします。ご覧いただけますようにオリンピックスカイツリーオリンピック2020といった具合に東京とゆかりのある文字列が人気でございます。今後のドット東京のスケジュールをご説明申し上げます。まず本日から6月6日までは商標権をお持ちの方がご登録いただける期間です。例えば弊社でございましたら GMO レジストリードット東京が登録できます。続いて6月9日から7月18日まではどなたでも高価値なドメインをご登録いただけます。ただし同じ文字列に対して複数のご要望があった場合はオークションを通じて登録者が決定されます。
そして7月22日よりどなたでも早いもの順でご登録並びにご利用いただけるようになります。ご登録いただける文字列は3文字以上です。ご登録に必要な情報はお名前とご連絡先だけです。そしてドット東京は世界のどこからでもご登録いただけます。続きましてドット東京の販売ルートをご説明申し上げます。私ども GMO ドメインレジストリーは世界の販売事業者に対する卸事業者の立ち位置になりまして、従いまして販売価格は販売事業者が自由に決められるため、何とも言い難いですが一般的に年間900円から2000円前後になるのではないかと考えております。国内ではご覧の販売事業者を通じてご登録いただけます。こちらが海外の販売事業者となります。さてこの4年半を振り返りますと、ドット東京をはじめとする新しいドメインの準備にあたって当社メンバーが訪問した国の数は延べ60カ国以上でございまして、距離に換算しますとなんと地球約20周ほどになります。テロや寒波、はたまた火山の噴火で立ち往生したこともありました。そうした中、都知事をはじめ東京都知事本局政策部の皆様、そして数多くの皆様のご支援でドット東京をスタートすることができました。この場をお借りして改めて心から御礼申し上げます。世界一の交通機関、世界一の経済力、そして世界一の食文化を誇るメガシティ東京、当社が持つ全世界ネットワークおよび私どもの技術力、マーケティングノウハウを駆使して都道府県初の新ドメインドット東京の普及を通じて東京の魅力をより広く世界に伝えてまいります。ドット東京を通じて東京に関わりのある情報が増え、お使いになる方にとって便利な世界となり、結果笑顔が増える、 GMO ドメインレジストリーはこの目標に向かって邁進してまいります。皆様ドット東京を今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。ご清聴いただきありがとうございました。